さよなら、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 さよなら。おじいちゃんが、でかいおじいちゃんが、でかいおじいちゃんの足が、でかいおじいちゃんの足がなんかガンダムみたいになってる。ガンダムにそっくりだからこれマジで。皆さん足が曲がらなくなりました。主にギブスのせい、主にギブス、ギブスのせい。こっちは元気、こっち大元気、こっち元気、こっち大元気、こっち元気、対称性がこっちね、コンパス機能ない。あ、コンパス機能こっちちょっとコンパス、新しい就職先見つかって、そうそうそう、こいつコンパス機能あるから。コンパス機能見つかったよ、はい、そんなことどうでもいいんだけど、はいはいはい、俺の知らん間にね、はい、とんでもないことになってた、電眼が。俺にも報告して、俺ちゃんとまた来たよ、うん、俺も今視聴者の気分、鼻元の視聴者全員に向けて一言、うん、救急車で運ばれました。よじゃないねよ、よじゃないねお前。笑い事じゃなかったから。まあ何が起きたかというと、ウーム野球部に行ったんですよね。ウーム野球部に、ね、ウーム野球部に行ったんですよ、あの私、天眼が初めて、うん、初めての参加、初めて。じゃあ練習は全く、もう どっちかというと、天眼さん意外といけますねみたいな感じだったわけ。じゃあ後で見たら分かるけど、この後にその映像も流すけど、あのウェイウェイって感じだった。まあだって、まあみんなからしたら年上やし、俺お前やっぱ聞いてた気にやし、これ誰と接触したわけでもないよね。あ、もう勝手に2アウト3塁って状況やったよ。俺がヒット打ったら点入るみたいな。2アウト3すごいチャンス、そうチャンスだから、俺がヒット打ったら1点入る、1点負けてたから俺打たなあかんかったよね。はいはい、まあちょっとそんな言い当たりじゃないゴロみたいなの打ったから、もう要は、はいはい、死ぬほど走る、死ぬほど走る状態でね。でその死ぬほど走ってる時に、はい、左足が段差もないのにガタッてなったわけ。いい、なんで、いや分からん、あのね、変な体重の書き方してて、要は、いやということで、まあちょっと花尾さんにもちょっと見てほしいんですけど、この映像、そうですね、ちょっとこの映像見てほしいんですけど、ちょっと見てないんで僕はまだ、まあぜひね、ちょっとね、この映像ぜひ皆さん見てください。どうぞどうぞ。私今江戸川球場というところに来てるんですけど、とりあえず今日はまず雨降ってるんで、まあ、雨に勝つっていうところを目標にちょっとね頑張りたいと思います。意気込みですか。もうとりあえず雨なので、しっかりだけ
か、釣ったか。やった。やばい。足曲げれないです今。なぜこんなことになってしまう。いや、やっぱさ、久々の運動と。なぜこんなことになってしまう、本当に。多いんですよね、そこ。まあ、して治った後に治療院。じゃあこれで、ベッド、医務室運びます。ごめんなさい。はい、行きまーす。医務室運ぼう。せーの。じゃあ、かなお、ごめん。もうお前と動画撮れない。全然誰が一番に出てくれるか。過去チンズきます。出た。もしもし。お疲れ様です。はい。過去チン。はい。俺はもうお前のプロデューサーを辞める。え、なんで？今の俺を見てくれ。ルーム野球部に今日来たんやけど。はい。左足肉離れして今医務室で寝てます。大丈夫ですか？左足にクマ。左足肉離れ。肉離れ？うん。わかるこれほら。普段運動しなすぎじゃないですか？いやでもめっちゃ体操したんやで。ちょっと助けに来てくれへん。何笑っとんねんお前。お前何笑っとんねん、しばくぞお前。こっちほんまに痛いやぞ。あ、痛いほんまに痛い。笑ったら痛いやぞ。俺の YouTube 生活終了だな。つまり、過去。お前はもう一人で生きていけ。俺を見捨てろ。もう俺はお前を手助けすることはできない。え、ベンガーさんの太ももどれだけ私のプロデュースに関わってたんですか？じゃあ、いろんな人に電話するわ、今から。お疲れです。はい、お疲れ様です。じゃあもうとりあえずお前のプロデューサーも辞めるから俺。なんで？太もも裏？はい、裏側は、大きいよ。今回マスオさんが、うん、めっちゃ調べてくれて、で俺をタンカーで運んでくれたのも、まあ、マスオさんも一人、その 4人いるんやけど、その中の一人やし、いろいろ調べてくれて、ここ冷やした方がいいとか、もっと圧迫した方がいいとか。めちゃくちゃ優しいやん。だから本当にマスオさん、この動画を借りてですけど、ありがとうございます。本当にありがとうございます。その相方を本当にありがとうございます。で、あれがね、不運なことに東京やったことが不運やった。新幹線むっちゃきつかった、正直。帰ってくるのね、野球としては全然アマチュアかもしれないけど、YouTuber としてはもうほんま、いや、待って、なればいいけど、多分視聴者の人も心配すらされすると思うで、さすがにこれは。花尾が結局、相方の電話には出ないということが証明された。そういう。いや、でもまあ、
全治が 2,3 週間ぐらいって分かってるから、まあ、まだ視聴者の人もぜひちょっと笑ってほしいけどね、うん、笑ってあげてこれでも笑ってあげないとやっぱ念願はね浮かばれへんから、ね、そうそうそう、だから今日以降俺が正常に出てるやつは1ヶ月ぐらい多分まあ前に撮ったやつ、それからいろいろあるのにね、まだそうなんですよ、ほんま医者の人に言われたんが怪我の仕方が40代だねって怪我の仕方が40代だねって言われた。いや、分かってるねそう、まあ、見たら分かる。本当に君まだ27なのみたいな感じだった、まあ、言ってない、それは言ってないけど、本当に君まだ27なのみたいな感じのテンションで言われる。あの、口は元気なんだよ、口だけ。上半身むっちゃ元気やから、そう、やっぱもう上半身が元気やったらまあまあまあいった、そう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 、いった、はい、いや普通に熱とかがあるわけでもないから、まあということで、皆さん、はい、天眼みたいにはならないようにあの、準備運動大事ですよ、本当に大事ですよ、準備運動は僕以上にやるべきですから、まあ、あと普段の健康管理とかね、はいはいはい、もろもろ特茶しっかり飲んでください、はい、しっかりお願いします。はい、それでは今日の動画は終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。あの一個言っていい、うん、あの緊急で、うん、東京でウーム野球部っていう野球やってたんやけど肉離れしまして、ああ、だ運動その体重で運動したらあかんやろそんなことないでしょ今東京なん、今東京のあの西葛西っていうちょっと千葉寄りのとこでいんねんけど、そこの球場の医務室にいんねん今。あんたちょっとほんま体のことさ大事にしてないとあかんよ。いや大事にしてたつもりだったんやけど、まあ、勝ちたくてちょっと。いやでもその体で急に野球やったらどうなるかって考えたらわかるやんな。ああごめんなさいみんなに迷惑かかるよ、ほんまマジでごめんなさい。いやこの間の動画でさ、うん、あんた健康に注意しろって言われてたよ、たまに。ああ確かに、気をつけて、はい、ちょっと時々でフライして、はいはい、じゃあね、ナイス、バイバイ、ナイス。めっちゃ怒ってんねんけどむっちゃ怒ってたあのお母さん死ぬほど怒ってたんやけど、この年になったらお母さんにめっちゃ怒られるんやあのね、逆に20代前半の頃の方が怒られてなかった。で10代は怒られるやん。20代前半だったらもう自立してるから、まあ、あんたの自由にしみたいな感じだったけど、逆に後半だって怒られるっていう。